こんにちは。ナビゲーターの伊藤田です。今日は大好評の PNP 合格者に聞いてみた第2弾です。まあ、大好評って言ってもですね、このニッチでマニアックなチャンネルですんで、動画回転数はそんなに多くないと。でもいいんです、おっさんが好きでやってるんです。まあ、何よりもですね、この PNP に関して情報欲しいっていう人にですね、まあ、マニアックなんですけれども届けばいいなと思っております。そんでもってですね、皆さんとっても嬉しいのがですね、今回インタビューさせていただく方、このチャンネルを見てですね、見事合格されました。おめでとうございます。でインタビューを申し出たらですね、心よーく引き受けていただきました。このチャンネルご覧いただいてる皆さんの中で PNP 合格したよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。まあ、ニッチでマニアックなチャンネルですけれども、このチャンネルを見られた方が PNP に合格されて、その合格された方がまた最新の情報をチャンネルにご提供くださって、またそれを見て PNP 合格者が出て、またそので何が言いたいかっていうとですね、このニッチでマニアックなチャンネルだからこそ、この PNP の合格の輪をですね作っていきたいと思ってます。まあ、かっこよく言えばですね、 PNP 合格のエコシステムっていうようなところでしょうかね。まあ、前置き長えよって言われちゃいそうなんで、早速インタビュー GO!はい、それでは皆さんですね、今回見事 PNP に合格されたアイさんでーす。はい、アイです。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、アイさんは PNP 見事合格されたんですけど、ちなみに何月に合格されたんでしょうか。先週なんです、つい先日ですね、7月の半ばに合格しました。4月半ばの最新情報ですよ皆さん、これを聞いてですね、ぜひPNP 合格目指していただければと思うんですが、合わせてですね、愛さんに対して合格おめでとうのいいねボタン連打よろしくお願いします。まずですね、愛さんのお仕事をされている業界を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、仕事は IT 業界におります。まあ、いわゆるソフトウェアベンダーというところにおります。ありがとうございます。ちなみに今回 PNP 受験してしようかなって思ったきっかけとか動機ってあるんですか。ですね、ゴールデンウィーク前ぐらいに取ろっかなと思い始めたんですけど、まあ、ちょっと仕事がちょっと落ち着いてきて時間ができそうだったのと、はい、ゴールデンウィークが緊急事態宣言がに入って、どう考えても暇になりそうだったので、これはなんか目標を立てて勉強しようかなと思ったのがきっかけですね。なるほど、ピンチをチャンスに変えてみたいな。そうですね。ですね。ということは、ゴールデンウィーク前ということは5、6、7の半分ぐらいをお勉強に費やしたってことですよね。そうですね。もう本当にゴールデンウィーク前に下調べから始まったので、はい、そういう意味では本当に純粋に勉強したのは2ヶ月半ぐらいだったかなと思います。ちなみにですね、 YouTube でだいたい合格者の方が150時間から180時間ぐらい受験勉強されてるっていう情報を流してるんですけど、お聞きしてですね、はい、愛さんどのぐらい受験勉強されましたでしょうか。ですね、結構アプリで正確に取ってたので答えられるんですけど、280時間ぐらいやりました。200時間、素晴らしいですね。ありがとうございます。ちなみに試験は試験会場で受験されましたか、それともオンラインだったでしょうか。試験会場に行って受験しました。オンラインじゃなくて試験会場で受験された、それを選択された理由とかって何かあったでしょうか。ちょっと調べてみたところ、試験中に体を動かしたりするのも結構制限があるっていうのを聞いたの で、 そうなんです。多分その状況では集中できないなと思って、で、試験会場からそんなに離れてないところに住んでますので、もう試験会場一択でした。ありがとうございます。皆さんですね、オンライン試験のですね、これやっちゃいけないみたいのがですね、他の動画で出てますんで、ぜひご確認いただければと思います。愛さんはこのチャンネルご覧いただいたんですよね。はい、じっくり見ております。多分全部見たと思います。ありがとうございます。見事 PNP 合格されましたけども、試験勉強はどのようにされてましたでしょうか。そうですね、まず最初に情報収集で、何をしなくちゃいけないのか、どういう勉強方法がいいのかっていうのを調べて、まず最初に受験資格を取らないといけないっていうのも、そこから始まったんですけど、まずじゃあ35時間研修の e ラーニングを選択して、でそれも本当に一通り聞き流しました。それで、そうですね、半月ぐらい使っちゃったかなと思います。
で、まあ、その後はもうひたすらピンボックガイドとアジャイル実務ガイドを読みまくる、うん、4週か5週ぐらいしたと思います。読んで自分の言葉でまとめて、で自分で問題作ってみて、で作った問題に回答しながら覚えてっていう、そんな感じで勉強してきました。あ、なるほど、はい、で書籍はあの何も買ってなくて、はい、まあ、オンラインは、その、まあ、35時間研修の e ラーニング以外では、対策講座を1本やったのと、あと、模擬試験の100問を買って、それを実施しました。で、もう、あとは、クイズ形式の問題サイトがあるんですが、まあ、そこで問題をひたすら解いて、で、ひたすら解いたぐらいで、まあ、まあ、6月の後半ぐらいになって、もうやることなくなってしまったんですね。やることなくなって、いや、でもまだちょっと不安だしなと思ったので、YouTube で検索をしたら、英語だったらいっぱい模擬コンテンツが落ちてたので、はいはいはい。で、ちょっと私、英語全然得意じゃないんですけど、まあ、ちょっと頑張ってスロー再生とかにして聞いて、で、まあ、YouTube でひたすら模擬試験をやるっていうのを、2週間ぐらい、試験前2週間ぐらいずっとやってました。で、まあ、ちょっと不安だったんですけど、まあ、なんとか受験をして、で、全3つのドメインとも全部アバブターゲットで合格しました。一発合格ってことですよね。一発です。ああ、はい、素晴らしいですね。今お聞きした中でですね、すごい特徴的だったのが、ピンボックガイドとアジャイル実務ガイドをお読みいただいて、ご自身で問題を作られたと、はい、いうことですか。まあ、多分読んでて、もう記憶してるだけで解ける問題はないっていう、まあ、情報があったので、まあ、きっとこの情報を、まあ、このピンボックガイドの知識を得て、でかつあなたはどうしますか、こういうシチュエーションだったらどうしますかっていう問題なんだろうなと思ったので、はい、そういうのを勝手に自分で作って、解いてました。なるほど。でその後、模擬試験みたいなやつもやられたってことですよね。はい。ああ、そうですか。ご自身で問題を作られるというのは初めてというか、インタビューで、あ、だから一発合格したんかなって、今思いましたけどね。そうかもしれないですね。そうですね、はい。はい。それではですね、次の質問で、実際の試験ではですね、どんなような問題が出題されましたでしょうか。はい。まあ、まず、もう第一印象として、アジャイルばっかりやったなっていうのがもう第一印象ですね。うん、もう 50% ってこと全然ないと思います。多分 80% とかだったんじゃないかなという気がします。と、あと、もう9割以上がいわゆるシチュエーション問題で、うん、で、まあ、こういう特徴のプロジェクトですとか、こういう事情がありますとか、こういうケースです。で、PM であるあなたは次に何をしますかっていう問題でした。で、まあ、用語の定義を問われるような単純な問題っていうのも一問もなかったです。なるほど。じゃあ記憶問題ほとんどないってことですよね。なかったですね。ただ、まあ、本当にペンバックガイドに書かれていること、アジャル実務ガイドに書かれていることは、もう分かってて当たり前でしょ、君たち、みたいな、感じだったというふうに思いますね。であと、ただ、用語の定義系といえば、ドラッグ&ドロップで、この用語が当てはまるパターンはどれでしょう、うんうん、って用語とパターンを結びつけるっていう問題が、そうですね、5問ぐらいあったように思います。で、まあ、シチュエーション問題自体は長くなくてもう 2,3 行しかないので、短くて読みやすかったんですけど、うんうん、もうとにかくそのシチュエーション問題の問題文が情報量がすごく少ないので、うんうん、で、まあ、選択肢と結びつけられる要素がほとんどないです。もうすごく情報が少なかったです。で、まあ、そこでもう、じゃあもうこのパターンだったらこの選択肢もこの選択肢もこの選択肢もあるじゃんっていろいろ想像しちゃうんですけど、まあ、ここをその変に想像しないで、まあ、与えられた少ない情報だけで回答を導いていくのがいいんだろうなって思いながら解いてました。なるほど。これはね、結構皆さん重要な情報ですよ。いろんな方にインタビューさせていただいてるんですけど、すごい長ったらしいシチュエーションの問題も出るっていうインタビューを聞いたことあるんですけども、愛さんの場合は非常に情報が少なかったということですか。少なかったですね。まあ、画面にで、まあ、全画面に問題が出てるんですけど、もうね、3行を超えたものが本当に数問って感じだったと思います。ほとんど2行みたいな。そうですか。ありがとうございます。新しい情報ですね。あと、いわゆる4択問題以外のドラッグ&ドロップでホットスポット問題とか穴埋めとか、あとは足し選択式、
こういったものは、全体の5問ぐらいだったってことですかね。ですね、ドラッグ&ドロップが5問ぐらいで、はい、複数選択肢は結構ありました。それ、まあ、それも5問ぐらいかなと思います、うんうん、あとは、1問だけ入力するものがありました。あ、でこのインタビューするとこれなんで穴埋めなんだろうみたいな問題だったみたいなご回答いただく方が多いんですけど、まさにそうでした。え、なんでこれ入れるのみたいな、選択させればいいじゃんっていう感じでしたね。なるほど。どういう設問が出たとかって覚えてらっしゃいますかね。例えば、はい、さっき その計算問題の話とかだと、アンドバリューマネジメントでいくと、その本当に数値を計算させるような問題ではなくて、数値が 1.3 と 0.2 ですって、はい、あなたはこの後どうしますかみたいな。ああ、なるほどなるほど、はい、そのじゃあ計算結果みたいのが出ていて、はい、行動を問われるってことですよね。そうですそうです。なるほど、まさにシチュエーショナルな問題ですね。多かったのは、うん、メンバー同士が衝突してるとか、あ、はい、プロダクトオーナーが勝手な行動したとか。あ、それはアジャイル系ですね。はい、はい、あと、スポンサーから無理を言われたとか、うん、当初6ヶ月のプロジェクトだったのに3ヶ月でやれって言われたとか、あとそうですね、やっぱり多かったのは、リーダーシップ系と、うん、そうですね、メンバーが衝突してる系がすごく多かったですね。じゃあ、これさっきも出たじゃんみたいな問題がありました。あ、そうですか。じゃあ、そのいわゆる、立ち上げ計画して実行中に、予測しないことが起きたときに、あなたは PMP としてまあ、どういう行動思考が適切なのかみたいな、はい、そういう系ばっかりってことですかね。ばっかりでしたね。本当にばっかりだったと思います。愛さん、ありがとうございます。YouTube のコメント欄にですね、はい、動画で PMIism について知ってなかったら合格できなかったと思いますってありがたくも記載いただいたんですけれども、はい、じゃあこういった問題で、この PMIism が役に立ったみたいな感じなんでしょうか。そうですね、かなり助かったと思います。っていうか、まあ、それが分かってないと解けない問題がすごく多かったです。うん、まあ、シチュエーション問題解くときに、まあ、大体選択肢は4つの中で明らかに違うっていうのが2つ省けて、はいはいはい、残り2つに残るんですけど、うん、じゃあこれどっちもあり得るよなってときに、じゃあ PMP はこっちの行動をしなくちゃいけないよっていうのを把握してれば、まあ、道しるべになったという。なるほどですね。そんな感じです。その PMIism っていうのは、ピンボックを読んで身につけたんですか。倫理職務規定と、はいはいはい、あと ECO ですね、エグザミネーションコンテンツアンドライン、 あの2つに書いてあることを叩き込めば、PMIism はもうあそこから出てるって感じでした。あ、これは新しい情報ですよ。皆さん、もう一回 ECO 読んどいた方がいいですよ。あ、確かに確かにそうですよね。一緒に書いてあったことで、まあ、上の人にでもメンタリングしましょうみたいなのが、はいはい、行動が書いてあったと思うんですけど、うん、で、まあ、シチュエーション問題で、まあ、上から間違ったことを指示されてるという状況において、うん、でそこで意思をちゃんと読んでて、まあ、上の人に対してもメンタリングするんだよってことが書いてあったので、うん、ちゃんと、まあ、シニアマネージャーであってもメンタリングしていい方向に導くっていう選択肢が選べたっていうのがありました。同じくですね、 YouTube 上のコメント欄で、35時間公式研修は実践的なちゃんとしたものを受講した方が時間の節約になったというふうに記載していただいてるんですけども、はい、安いものじゃなくてしっかりしたものを受講するメリットをぜひ教えていただければと思うんですが。はい、そうですね、まあ、1つしか受けてないので比較はできないんですけども、うん、ただ、まあ、肌感的に、まあ、受けた講座に限ったことではないと思うんですけどね、安い講座って、まあ、おそらくコストをかけて新しい情報に、最新情報に更新をしてないと思うんですよね。はいはいはい、で、なので、その講座、その35時間の講座を受けてても、あれ、実際それ、第6版にどこにも書いてないよねっていうことが資料に出てたりしたんですよ。はいはい、とか、あと、ひたすら用語の解説をしてたりとか、あと、まあ、そもそもそのアジャイルに対応した情報がもうほとんどなかったりとか。うん、そうですよね。うん、なので、まあ、その
35時間のその資格の、ただ受験資格を得るためって割り切れば、まあそれはそれでコスパいいのかなという気もするんですけど、うん、結局その別にコストをかけて最新の試験情報にアップデートしてる講座を受けないと合格は難しいと思うので、じゃあ最初からそっちにお金かけて受験資格も知識も一緒につけちゃった方がいいよねっていうふうには思います。ああ、なるほど。皆さんいい情報ですよね。まあこの35時間の e ラーニングで、まあ、あの ATP が提供しているものはアジャイル満載のものだとは思うんですけれども、なかなかねこのアジャイルのコンテンツって入ってませんから、アジャイル実務ガイドやっぱり重要ですよね。もう大重要です。もうむしろそれだけやっててもいいんじゃないかぐらいのでも1日ぐらいで読めちゃうんですよね、あれね。そうですね、うん、シンプルですし、ただなんて言うんでしょう、まあ日本語がこなれてない気がするんですよ。アジャイル実務ガイドって、はい、ピンボックガイドの方は結構こなれてるというかさっと読めるんですけど、アジャイル実務ガイド日本語すごい難しかったのでそこは苦労しましたが、もう本当にアジャイル実務ガイドをひたすら読んで書いてあることをもう全暗記するぐらいで行った方がいいと思います。ちなみにですね、試験時間に関してなんですけど、はい、結構インタビューされるとですね、180問230分ギリギリだったみたいなですね、回答される方多いんですが、愛さんはいかがだったでしょうか。はい、ギリギリでしたね。あ、ギリギリ。まあ一応考えてその60問3回に分けてって思っていたので、まあその1回目の60問で、まあ、5分残り、2回目の60問で5分残りで、うん、3回目の60問はもうフルフル時間切れですって出るまでやりました。じゃあ事前にセクションパート1、2、3で分かれてると思うんですけど、だいたいパート1でどんくらいでやろうみたいな計画を立てながら受験されたってことですよね。そうですね。あ、皆さんそれね絶対やっといた方がいいですよ。はい。じゃあですね、最後になってきたんですけど、またちょっとね最後と言ってきながら質問しちゃうかもしれないんですけど、受験勉強の際ですね、これだけはやっといた方がいいよっていうものがあれば、ぜひ PMP 受験予定者の皆さんにですねお知らせいただければと思うんですが。はい、もうこれ絶対おすすめしたいっていう情報がありまして、はい、これですね、英語で勉強するってことです。おお、英語で勉強、はい、はい、もうこれ、まあ、3つ理由がありまして、で、まあ、1つ目が、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、このアジャイル実務ガイドから多く出るので、とにかくアジャイル実務ガイドを読み込まないといけないんですけど、うん、さっきも言ったように、そのとにかく日本語がこなれてなくて読みにくいんですよね。で、まあ、ピンボックガイドの方はそう読みにくくないんですけど、アジャイル実務ガイドの方がもう、なんていうか、もう入ってこないので、はい、何を言ってるかわからないので、わかんないと結構スルーしちゃうじゃないですか。はい、でも、アジャイル実務ガイドって一行たりともスルーしてはいけないと思うんですよ。うん、なので、ここわかんねえな、ここの日本語わかんねえなと思ったら、そこがもうウィークポイントになっちゃう可能性があるんですね。はい、なので、もうそこは英語版で読む。うん。なんで、まあ、私は PMI の会員、年会費払って、無料で落とせたので、はい、もう日本語と英語版と両方落として、ちょっと照らし合わせながら読んだので、もう英語版を頑張って読んだ方がいいというふうに思います。これが理由一つ目。はい、で、二つ目が、もっと日本語がこなれてないのが本番試験の問題なんですよね。あ、そうですか。はい。はい、もうたった2行、たった3行しかないのに、うん、もうその時点で日本語がおかしくて読み取れないっていう問題が、なんか少なくとも10問ぐらいあったんですよね。なるほど。で、ま、英語で表示する機能があるので、表示もするんですけど、でも、そもそも勉強時点で、まあ、英語でアジャイル実務ガイドとかピンボックガイド読んでないと、もうその時点で表示したって何のヒントにもならないじゃないですか。うんうんうん、なので、まあ、もう使われてる、まあ、言ったらその使われてるそのプロジェクトマネジメントに関連する単語なんかも多分100行もないと思うんですよね。はい、そんなに多くないと思うんですよ。なので、まあ、普段から読んで、あ、これってこれのこと言ってるよねぐらいのことを理解しておくと、本番でも助かるっていうふうに思います。で、最後の3つ目の理由が、はい、今のこの本番試験に太刀打ちできる模擬問題って、はい、もう有料の情報しかないと思うんですよね。はい、無料の情報では落ちてないんですよ、うんうん、もう誰かの個人のブログとかには落ちてないので、で、それが無料で入手できるとしたら、もう英語圏の情報しかないと思うんですよ。はい、実際、英語で
検索をすれば YouTube でもあったし、うん、あの個人のブログでもあのそれらしき問題っていっぱい出てたんです、うん、なので英語ができれば情報は入手できる、なので英語で勉強しましょうってことを強くお勧めしたいです。なるほどですね。でもあの愛さんがおっしゃってたようにさっき の, あの35時間の講師研修じゃないんですけれどもこの模擬試験も有料じゃないとこう日々アップデートされてない可能性があるってことですもんね。ありますね、はい、なんでまあ英語できない方でも、の場合は日本語でも極力有料のものをお使いになられて、はい、英語喋れるんだったらまあ YouTube とか漁ってみたり海外の教材とかですねいいかもしれないですよね。本番試験の日本語がおかしい問題なんですけど、はい、やっぱり結構おかしかったですか？おかしかったですね。いやこんな言葉今までどこにも見たことないけどっていう日本語が出てきちゃうんですよ。で、まあ普通だったらいやいやこんなことってピンボックガイドにもアジャルジスムガイドにも書いてないからこれって省けるよねって勝手な造語だよねって省いてたらあれみたいな選べる選択肢がないっていうことはこれ初めて出てきた言葉だけど可能性あるぞっていうことになっちゃうので、うんうん、ちょっと日本語だけで解くのは危険だなって思う問題も何問かありました。ちなみに私みたいなおっさんの昔話になっちゃうんですけど10年から15年ぐらい前に私取ったんですけどねその時もようやく日本語サポートが出だした時に取ったんですけど本当ひどかったんですよ日本語で最終的にはやっぱり英語を見ながら回答しないともう回答できない状態だったんですけど、うん、それから時代流れてですね第5版第6版の9試験の時は日本語おかしいっていう方があんまりいなかったんですけど、うん、愛さんおっしゃるようにですね最近こう日本語おかしくねみたいなインタビュー結果が出てまして、うん、おそらくまたなんか戻ってきちゃったのかもしれないですね翻訳の質っていうか、うん、まあ多分この問題おかしいよねっていうその指摘を受けてリバースリバースしていくんだと思うんですけどやっぱりその今年の1月から結構突貫工事でやってるから間に合ってないんじゃないかなって予想します。あそういう雰囲気が伝わってきたみたいな感じですか。はい、はい、ありがとうございます。愛さんですねとっても新しい情報いろいろありました。ありがとうございます。よかったです。はい、では皆さんですねぜひご参考にしていただければと思います。愛さんですね改めまして今回は PNP 合格おめでとうございました。ありがとうございました。ということでインタビューいかがだったでしょうか。いや素晴らしい情報をいただきましたよね。まあ私だいぶ前に PNP 受験したんですけどその時はですねこう情報が全然なかったんですよ。なのでこの動画が皆さんの何かのお役に立てたら嬉しいです。あと PNP 試験系でですね取り扱ってほしいテーマとかありましたらコメント欄に書き込んじゃってください。これからも最新情報ありましたら動画をどんどんアップしていきたいと思いますのでチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。